小分けトリストジアのお客さんはたくさんご来店いただくので、小物類をたくさん揃えてます。すごく襟元がやっぱり豪華になりますので、非常に人気なんですね。私も最近知ったニュアンスカラーっていう言葉も、まあ、いろんな色をちょっと組み合わさってるような複雑な感じの色みたいなことをね、今表現するみたいな。そういうお色にした時の重ね襟も今までなかったお色、この辺の色ですね。黒の地のところがラメではなくて、昔の漆箱のような。はい、それでは梅根の YouTube 動画始まります。北九州小倉の梅根呉服店店長の梅根です。よろしくお願いします。店長、はい、盆明けにですね、とか振袖の小物が続々と入ってきてたような気がするんですけれども、 そちらの辺の、ご紹介をしていきたいなと思うんですが、今回は半襟、半襟と、はい、重ね、重ねで襟関係ということでね、はい、紹介したいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。以前の動画でもね、ちょっとお話ししてましたけれども、盆明け結構ですね、実は今回盆の前の方が多かったかもしれないんですけど、盆明けだと結構お客さん、まあ今日もね、ちょっと先ほどまで、お客様させていただいたんですけれども、振り袖のお客さんはたくさんご来店いただくので、小物類をたくさんね揃えてますということでお話ししましたが、まあどういったものがあるのかというのをね、今日は軽く一部分ご紹介できたらなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、3つに分かれてる感じですかね。ああ、そうですね。まず半襟の方からね、はい、ちょっと説明しましょうね。まあ、ざくっとですけど、3つに今回分けてますね。はい、まず一番手前の部分からですね、私どものお店でも一番定番的によく出るタイプ。かつ、我々もやはり古典の振り袖なんかの場合は非常に合わせやすくて、お客様の襟元をすごく華やかにしてくれるので、人気のタイプ、白と金の組み合わせであったり、白と銀の組み合わせであったりという半襟なんですけども、いわゆるその今の流行りの振り袖に合わせていただいても全然問題はなく合うんですけれども、古典の振り袖の場合でもですね、すごく襟元がやっぱり豪華になりますので、非常に人気なんですね。で、例えばこの2枚なんですけども、これ菊重ねで同じ柄なんですけども、動画ではちょっと分かりにくいかもしれませんが、中に入ってる刺繍の色がちょっと違うんですよね。どっちでもいいんじゃないかって思えたりするんですけど、実際着物によって合わせてみるとですね、振袖の中に入ってるゴールドとの相性だったりとか、まあ振袖もシルバー系のね、加工してる振袖も増えてます。そういうのの相性だったりとかもあったりするので、微妙な違いなんですけどね、大きな違いになりますね。で、例えばこれも同じ柄なんですが、色が入るともう全く違うもののような感じになりますね。はい、なると思うんです。本当にそういう感じで、同じ刺繍の半襟なんですけれども、まあ、これなんかだとね、古典のね、振り袖なんかに合わせていただくとまた綺麗だと思うんですが、全然雰囲気変わるのでね、お嬢様のお顔の写りとかに合わせてこういうのを選ばせていただいてますので、今半襟が多分200枚ぐらいうちあると思うんですけど、揃ってますので、ぜひね、微妙な違い、まあ、好みとか伝えていただくと探せると思いますので、よろしくお願いします。同じような感じのこのシンプルな白地にこうゴールドとか白とかっていう感じでも、こう例えば、ね、これとこの部分と似た柄なんですけども、こうゴールドの入り方が違うだけでもね、お顔の写りも変わってきますので、そのあたりもね、ぜひ見ていただくといいかなと。で、同じような感じでちょっと豪華に刺繍入ってるタイプで、こっちはもうシルバーが多くなると、ね、ちょっとビニール入ってるの見にくいかもしれませんが、参考にしていただければなと思いますので、こんな感じでね、違って見えますので、このあたり、お好みもね、あると思いますが、お顔に、ね、合わせながら選んでいただくとね、非常にいいかなと思います。次の。続いて、そうですね。はい、私もね、最近知ったというか、言葉なんですけど、まあ、我々、くすみカラー、くすみカラーみたいな感じで言ってたんですけども、でも結構、ニュアンスカラーっていう言葉も、よく使われるようになってるっぽいんですね。深いですね。はい、くすみっていうとちょっと本当にそのくすんだイメージがあるんですが、まあくすんではいるけどそこまでないよねっていうような感じの色合いというかですね、ちょっとこう中間色の感じの、まあ、いろんな色がちょっと組み合わさってるの複雑な感じの色みたいなことをね、今表現するみたいな、そういう感じのお襟ですね。全体的にこう落ち着いてるって感じなんですかね。そうですね、そんな感じに見えると思います。ただいわゆる訪問着とかそういったものに合わせる襟よりもちょっとこうやっぱり華やかさがあるというか豪華さがあったりするので、まあ、この辺りはやっぱり新しくこう出てきてる雰囲気ですよね。なので振り袖の雰囲気が変わるとやっぱり襟の雰囲気も変わってきますし、合わせる着物によってやっぱり選んでいただける。で、例えばこういうお色目の中にもちょっとこう少し明るさのあるこうブルーの入ってる
まあ、こういう感じのね色が入ったりと、このあたりもねあまり今までなかった系統の色なので、こういうのもねぜひ参考にしていただいて、なんか結構今薄いブルーみたいな色ってね、あの刺すとすごく綺麗に見えたりしますのでね、こういうのも参考にしていただけると嬉しいですね。はい、ニュアンスカラーはこう今までだと逆のこうパキッとした感じの入りが多かったと思うんですけど、そうですね、あ、そうそうそうですね、あのちょっとこっちに持ってきてるんですけど、あの数年前ぐらいまではねすごく人気のあったタイプだとこういう感じ、うん、なんかずっとこういうイメージが、そうですね、襟にちょっとこう赤が入ってくる感じのね、パキッとこう襟元が可愛いって感じになるのがね人気だったんですけども、今このね襟だとやはりまあくすみ系とかニュアンスカラーと言われるの振り袖には色合いとしてやっぱり合わないんですよね。だからやっぱりこういう系統のお襟をまた使っていただくと雰囲気がまとまってくるという感じなので、コーディネートしやすくなりますね。そうですね、コーディネートしやすいですし、まあお嬢さん方のイメージに近づけるというかね、やっぱり想像してるイメージに近づいていく、このあたりのお襟も今結構準備をしてますのでね、ぜひ参考にしていただければなと思います。打ち合わせの時気づかなかったんですけど、右と左って同じ柄なんですね。よく気づきましたね。これとこれですよね。うん、全然気づかって今初めて見て、ちょっと間に入れちゃってたからね、うん、あの色の関係で間入れてますけど、これちょっとで外しましょうね。これ実はもう一色あのこっちに近い感じの刺繍もあったんですけど、それは確かこの前決まったので、本当にさっきと一緒でね同じ柄なんですけどイメージがね違います、うん、全然違いますね、はい、やっぱり似合うフリストデュなんかも変わってくると思うので、はい、ぜひそのあたりもねたくさん試してみてね、あのご自身の本当のお気に入りの一枚をね探してもらえればなと思います。続いてこちらの方ですね。あ、今回またガラッと変わりましたね、はい、もうパッと見で気づいてもらえると思うんですが、今までもなかったわけではないんですけど、ほとんどなかったんですけど、この地の部分、今までの生地っていうのは、まあ、こう白、もちろんこの地に色が入ってるものは他にもたくさんあったんですけど、この地の生地の部分にこう織りが入って、なんならこちらはこうちょっとラメのような感じになってっていう新しいタイプ、なんか半襟っていうの帯揚げみたいな感じになってますね。帯揚げ、まあ確かに帯揚げにもラメ入りがね人気があったりするんでね、新しいタイプで出来上がってきてるタイプですね。これ結構今回たくさん入れたので、他にもありますけど、こういう感じで、はい、白地だったり黒地でたくさん入れてますので、これもね、やっぱ真ん中の音のやつもね、あ、やっぱあるんですね。こういう感じで、はい、まあ、こちらのかかってるタイプだとすごく襟元豪華になるんですけど、さっき言った、まあ、くすみというかニュアンスカラーみたいな感じの振り袖でもこういうのをすると、これ中に入ってるのがねそういう色が入ってるんで、こういうのをするとまたねちょっとこう襟元だけ豪華にグッと引き立てたりするので、また面白いコーディネートがねできたりするので、このあたりもね参考にしていただければいいかなと。で、あのおかげさまでこのタイプ結構人気で、入ってきてもう数枚決まってると思うんですけど、あの今までのものっていうのもスッキリとして良かったんですが、襟元の豪華さがぐっと一段引き立ってくるので、まあこれ全部が見えるわけじゃないんでですね、襟の場合はこう折って少しこういうふうに見えてくる感じなので、これがねすごくね馴染みがいいんですね、このラメが入ってることって。逆に振り袖との馴染みが、そうです、振り袖との馴染み、え、あのお肌との馴染みとか良かったりするので、はい、当てると皆さん、あ、いいねっておっしゃっていただける、そういうね半襟ですね。もうなんかね、だいぶ半襟も時代とともにどんどん変わっていくなと思うんですが、だいたいおままふりとかでご相談で来るお客さんを聞くと、私の時は白だったっていうね、そうですね、あるんですけども、今はもう逆に言うと白の半襟をされてる方の方が少なくて、こういう刺繍が入ってるものがねほとんどになってると思いますけども、刺繍の量とかボリュームによってもやっぱ襟元の写りだいぶ変わるのでね、ぜひそのあたりも参考にしていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いします。します店長、あのふと思ったんですけど、はい、あの一番左のところですね、この辺、今一応振り袖の範囲ということでご紹介してるんですけど、これ普通の紡ぎとかって使えないですか？あ、そうですね、ま、紡ぎだとちょっと相性もあるかもしれないんですけど、うん、でも例えばこのタイプの色違いのこういうのとかはまた全然違いますね。全然また違うんで、おしゃれの着物の時にちょっとこう見せてあげても、うん、すごいねおしゃれな感じになるし、例えば紬、今紬って言ってましたけど、これね実はねこのタイプの違いこちら、はい、こういう感じで、あー、こうみたいな、
こういうのとかだったら、うん、ちょっとかっこいい、モノトーン系でね、着物をまとめられてらっしゃる方なんかね、うん、こういう感じをね、襟の中に入れてもらうと。そうですね。当店のスタッフの S さん使えそうですよね。あ、そうですね。白石さんね。はい。まあ、前にも動画に出てもらってますけど、こういう感じのコーディネートもね、使えると思います。まあ、本当にね、結構、まあ、一応振り袖のことをメインでねご紹介してたんですけども、ものによってはそうやっておしゃれ着とかにもね使えるもの、また訪問着に使えるものなんかもありますので、ぜひぜひこのあたりもね、ぜひお店の方に来ていただいて聞いていただければね、お答えできると思いますのでお願いいたします。お待ちしてます。はい、ということで続いて重ね襟のね、ちょっと簡単にまたね説明をさせていただきたいと思います。重ね襟ですね。はい、はい、では店長、続いて重ね襟のご紹介をしていただきたいと思うんですけど、はい、先ほどの半襟のようには単体だとちょっと分かりづらいかなと思うので、まあ軽いコーディネートじゃないですけど、そうですね、形でご紹介いただければなと思います。はいはい、よろしくお願いします。お願いします。実際は本当は着物がないとね、着物とお顔がないと何とも分かりにくいとは思うんですが、まあ半襟との相性とかいう部分だけでもね、ちょっと見といていただくとね、今後の参考にしていただけるんじゃないかと思いますので、軽くちょっと合わせてかけてみてますので、ぜひぜひご覧になってみてください。まずね、最初に2点、いわゆる古典のね振り袖とか、はい、どれにでも大体合いますよっていう話はしてたと思うんですけど、このあたり、ね、まあ、こちらは本当に純古典の感じの振り袖に合わせるときにもう定番というか、定番でずっと使ってる、ね、定番というか王道というか、王道というか、はい、そうですね。お客さんも結構ね、王道系がいいですって言われる方、王道系がいい、はい、いらっしゃるんですね。王道系って言われると大体こういう感じで固定すると皆さん喜んでいただけるんですけども、はい、まあ、例えばこれは3色のね重ね襟、まあ、前の以前の動画でもご紹介しましたけども、うちでも一番定番的によく選んでいただける重ね襟ですね。やっぱり3つ色が入ってるので合わせるときにすごくこう襟元が豪華になりますのでね、こういうタイプ、例えばこういう感じで色がね、他の色もたくさん置いてますので、まあ、お着物に合わせて選んでいただくことができますのでね。次、隣なんですけども、これちょっとね特徴的な色なので今回お出ししたんですけども、今まであんまり振り袖の重ね襟でここまで濃い色っていうのはなかったんですね。見たことないです、ね、黒とかはねあったんですけど、これだけ濃い色っていうのはあまりなくて、大体まあ、王道的に今まで合わせる色というと、これちょっとビビッドな感じの色だったりっていうかね、はっきりした色合いが多かったんですけど、こういうグリーンなんかもそうだよね。だったんですけど、最近ちょっとこういう濃度の上げた色合いの襟が結構人気に出てまして、で中にこのシルバーを今回これね、裏見るとこがシルバーなんです。大体ここゴールドが多かったんですけど、こっちシルバーで開けてきてるので、ちょうど今、このシルバーの刺繍の襟に合わせていくとすごくトーンが揃ってくるので非常に綺麗に見えると思います。実際襟として見えてくるのはここ本当に、まあ、2ミリぐらいしか見えないのでこれぐらいなんですけど、この一色が入ることで襟元がすごくギュッと締まってきますから、結構こういう襟もね今人気が出てきてますね。今までのね濃い色と違ってまた違う感じで面白いかもしれないですね。そうですね、結構そういう感じで、他にも例えば色としてはさっきのグリーンと違うとちょっとこう抹茶系というかね、くすみ系みたいなのが入ったりとかですね、こういうのも、あとこういう、これ素材がちょっと違いますけれども、ニュアンスカラーというかくすみカラーでもかなり濃度の高い方のね、結構こういう色なんかも最近出てきてますね。こういうのも参考にしていただければなと思います。はい、まあ、王道系とねちょっと新しい感じの雰囲気で、次がさっき言ってたね、ニュアンスかな、ね、はい、覚えたてで使いたいんじゃないかって言われることもあるんですけど、まあ、我々で言ったくすみカラーよりもちょっとなんとなく幅が広くね、感じるので、今その言葉をね、よく使ってるんですけど、そういうお色にした時の重ね襟も今までなかったお色、この辺の色ですね。これ、まあ、白く映ってると思うんですけど、グレー、ね、薄い、シルバーグレーみたいな、こういうお色と相性が結構良かったりしますので、まあ、これもそうですね。こういう感じで色のトーンを揃えて、着物もだいたいねこういう感覚の色のトーンになるのが多いので、合わせていくと綺麗に収まっていくんじゃないかなと思いますね。右のやつは僕最初白に見えてたんですよ。あ、そうですね、はい、パッと見白に見えるんですけど、今店長がグレーって言われたら急にグレーに見えてきます。そうですね、この白と並べていただくとこう分かるんじゃないかなと思うね。でも絶妙なこの色合いというか、この中間の色って今まであまりなかったので、こういうのが入ってくることによってまたちょっとね雰囲気が作れたりするので、非常にね綺麗なんじゃないかな、ね、
あの先ほどのこうビビッドな感じがね今まではって言ったのと同じように、あの実はね結構入れてたんですよね、色がどんどん出ていってしまって最近ちょっと減ってるんですけど、こういうね同じブルー系でもわかりますかね、ちょっとこうくすみのブルーというかね、まあ、それこそニュアンスカラーというんでしょうね、ちょっと混ぜたようなブルーみたいな、こういった色もね結構最近出てきてますので、まあ、このあたりも振り袖に合わせていろんなコーディネートをねしていただけるんじゃないかなと思います。はい、じゃあその最後にですね、まあ、新しいタイプの襟ですね、まあ、結構このあたりやっぱり入れるとですね、襟元こう刺繍の襟がすごくこうグッと引き立ってくるので、そこをこう小物とつないであげる重ね襟っていうのがいるんですけど、はい、はい、残念ながらですね例えばこの辺を持っていくとですね、まあ、合わせる場合もあるんですけどやっぱりちょっと雰囲気違って跳ねてしまうので、ね、ちょっと違いますよねやっぱりねイメージがね、うん、はい、なのでやっぱりこの感じにはこの感じに合う襟という形になってくると思うんですが、その時にちょっとね楽しいのが、結構キラキラ好きなお嬢さん多いんですけど、ラインストーンとこっちはラメの襟を今回持ってきてみたんですが、これあの襟自体がこうメタリックな感じで、うん、はい、すごいですそれ、すごいですよね、うんうん、これもねただこれで見るとすごく強く見えるんですが、実際着物に乗せると見えてくるのはこの何ミリかなので、このラインがシュッとここで襟元で光ってですね、うん、見えるのですごくですね綺麗に実は見えます。であと角度によっては黒のようにも見えたりするので、なんとなくこう角度で楽しんでいただける、襟とともに角度で楽しんでいただける、そんなね感じでしゃれかなと思いますね。もちろんあのラインストーンをここに乗せていただくこともできるんですけども、こういう感覚すごく綺麗かなと思います。あとまたこちらの方も黒の字のところがラメではなくて漆、マジの漆箔のような、うん、あそうですね、光り方をしているので、うん、逆にこのメタリックの感じよりもこうラインストーンのキラキラを上に乗せてあげた方がまたお互い引き立て合うのかなと思って、今回はこのラインストーンを乗せてみました。まあ本当に着物とでお顔がないと何とも、ね、最終的なことを話してくれるんですが、そうですね、まあ、こういう感じで襟ごとに合わせてそれぞれやっぱりこう雰囲気に合うようなまあ、重ね襟っていうのがね必要になってきますので、まあ、重ね襟も200色ぐらいは多分あると思うので、いろんなパターンを試していただいて自分のお顔写りのいいものをね選んでいただければなと思います。はい、ということで今日はですね盆前盆明けについてあの入ってきた、襟関係のねことをちょっとご紹介させていただきました。以前からある襟もあるんですけれども、あの新しくまたパターンが増えてきてますので、そのあたりもね、ぜひぜひこういう動画を見て参考にしていただいて、あ、私これ好きだなとかですね、そういうのがあればね、ぜひコメントいただいたりとか、あと、まあ、ご来店いただいてね、選んでいただくと楽しいんじゃないかなと思います。今、一番揃ってる時期で、ぜひぜひね、よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思いましたら、高評価ボタンにクリックとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありました。バイバイ。バイバイ。盆明けにですね、こういった半襟であったり、まあ、重ね襟であったり、帯締めとか帯揚げ、草履バッグセットなど、振り袖の小物がたくさん入ってきましたので、ぜひですね、コーディネートの動画をね、今度撮ろうと思ってるんですが、もしね、ご出演の方がいらっしゃいましたらですね、ぜひぜひお問い合わせいただいて、一緒にね、コーディネートの動画をね、撮影できたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。応募お待ちしております。